ロバート・グーレはアメリカ合衆国の歌手、俳優。マサチューセッツ州出身でカナダで育った。1960年舞台キャメロットにランスロット協約で出演し人気が出た。ハンサムなエンターテイナーとして知られ、テレビドラマブルーライト作戦、ティム・バートン監督による映画ビートルジュースにも出演した。グラミー賞とトニー賞をそれぞれ一度受賞している。映画 トイストーリー2では主題歌君は友達を歌った。グーレには3度の結婚歴があり、2番目の妻はウエストサイド物語のオリジナルキャストで知られるミュージカル女優のキャロル・ローレンスである。エルビス・プレスリーが三角関係のもつれからグーレが出ていたテレビに発表したことも有名。グーレが出演していた映画裸の銃を持つ。 男パート212の監督ザッカー兄弟によると、かなり気難しい人物であるようだ。なお、同映画でグーレは、プレスリーの元婦人、プリシラ・プレスリーの恋人役を演じていた。晩年は、敗戦衣装を患い、移植手術に向けて待機していたが、2007年10月30日に、ロサンゼルスの病院で73歳で死去した。ありがとうございます。